日疲れた。ああ、そのままそのまま、ああ、かいしょ。どうぞ召し上がって、はい、あ、自分で言うのもなんなんですけどね。あ、ごめんなさい、ちょっと入れ歯が。え、あ、自分で言うのもなんなんだけどね、うん、美味しいんですよの、私の入れたコーヒー、あー、どうぞ召し上がって。え、ん、始めたのこのお店。へー、主人が亡くなって次の年だったから、主人の33回忌をやったのが去年だったから、あら、もう30年以上も経ったのね。確か66の時だったと思うんだけど。え、年、私、あ、女に年聞くなんて失礼よ。あた、なんて言える年でもないんだけど、68ありそうです。98だと思うんだけど。え、66に33足してちょっと合わない。うーん、そうかしら。いいのよ、ちょっとぐらいいい加減な方があなた長生きしないわよ。え、新聞って、年齢が正確じゃないと怒られる。まあ嫌な商売ね。それで、今日は、どうしてここにいらしたの？目的、終わりなんでしょ。あら、まあお宅の新聞社でそんな企画。え、死ぬまで生きる。だってみんなそうじゃないの。早く死んじゃう人だって死ぬまで生きてますよ。え、その生きるじゃなくて活躍するの、活の字を書いた生きる。はい、長生きしていつまでも元気で頑張ってる。はあ、なんか年寄りを晒し者にして楽しもうって魂胆ね。そうじゃない。なんかもっと爽やかな企画考えたら。え、最近、若い人新聞読まない。ネットで分かっちゃう。新聞で集めたネタなんでネットでタダで見せちゃうの。バカよ。まあそんなことはどうでもいいわ。はい、その第一回取材がこの私。ひー、あ、
その企画一回で終わっちゃうわよ。うん、まあでもね、100近くまでこんな店やってる年寄りはなかなかいないと思うけどね。え？一番辛いこと？お店やってて、うん、お客さん来ないことかな。え？お客さん来なかったこと？一人も来なかったこと？ああ、ありますよ。え？そんな時どうしてるかって？うん、寝てるの。カウンターのところに布団敷いて。そんなわけないだろうって。じゃあ、ダジャレっていうの？しょうもない問題考えて時間潰すの。え？書き留めてるかって？いや、書き留めるってほどじゃないけど、結構メモしたわ。え、どんなのがあるかって？え、お聞かせするほどのものじゃない。え、いいじゃないですかって？恥ずかしいよ。え、そう？笑わないでよ。え、そう？じゃあほんのちょっとだけよ。いい？笑わ、ああ、トイレは、お先生だいね。大丈夫ですかね。あいつどこかいい歯医者ご存じないの？治ったわ。私は取りたくないもんだけどね。何でしたっけ？ああ、そうそう、これこれ。それではね。うん、はい。世界の国の中で、一番健康に気をつけている国はどこだ？え？わからない？うん、カナダ。カラーだ。あれ？面白くない。じゃあね、それじゃあね、はい。人のものでもすぐに自分のものに従う国は、何それ、ダメ、うすら笑いしてないで。あなたも考えてよ。わかった？わかった？オランダ。人のものでもすぐ自分のものにこう従う、オランダ、オランダ。え、面白くない。はい。おならをしてもなかなか見つからない国は、うん、ドイツだ。ドイツだ。どこのドイツだ。で、臭いやつはって。オタク、なんか視線がだんだん厳しくなってきて、そろそろやめてあげます。新聞記者さん、あなたどこの新聞？朝日？朝日新聞？なんかあんたんとこリストラ始めたっていうじゃない。え、希望退職？ええ、ああ、
最近若い人ね、新聞取らないものね。ああ、そうそう、ネットで分かっちゃう。もう私たちのネットって言ったらパーマ屋さんでこう頭がきれいにした時に上からきれいにかけてもらうネットだったんだけど、今のネット全然わかんないね。はあ、だけどバカね、新聞で集めたネタなんでネットでタダで見せちゃうの。まあ私の知ったこっちゃないわ。あたたたたた、え、一番嫌なお客さん？うちにはそんなお客さんめったにないんだけど、まあ私の人柄、類は類を呼ぶって言うじゃないよ。あ、この間そこにあのあれほら果物、そうそうそう、それお客さんに出すやつ、黙って持って帰っちゃった、持って帰っちゃった人がいるのよ。それそれでね、その次に来た時にね、聞いてみた。お宅の店でもフルーツ出されることあるんですかって。え、そう、近くの飲み屋街でね、高級なお店やってる人なのよ。もう一回行くと1万とか2万とかもうすぐ取られちゃう。まあ私なんかめったに行くことはないんだけどね。そしたら、あるよって、フルーツに生ハム巻いて出すんだよって言うのよ。でそれでおいくらぐらいするんですかって聞いたのね。そしたら、5000円くらいかなですって。はあ、うちの講師は500円。そこは、リングにチュルッと生ハム巻いて5000円。もうびっくりしちゃったわよ。リンゴ1個ぐらい自分で買いなよって。くめで出かかったけどやめました。黙って持って帰るなんて泥棒よね、オランダって。まあいろんな人がいるんだなって、嫌なお客さんってそんな人ぐらいかな。はい、これからやりたいこと、これからって言ったってもう私98よ。明日目が覚めないかもしれないんだから。100歳ってどんな気持ちなんだろうね。あ、そうそう、この間NHK のほらあのなんとかっていうあの番組、あのね、あそこに100歳の人がいっぱい出てきてね、それでね皆さんにね、最後に同じ質問をしてみましたっていうのよ。100歳まで生きてこられてお気持ちはっていうのね。そしたら皆さん同じような答えが返ってきましたっていうの。なんて答えだったと思う？わからん？あんたよくそれで分野やってるわね。あっという間でしたって。異口同音っていうのもあっという間でしたって言ってみにして同じ。私も
あっという間でした。え？さっきの質問？ああ、これからやってみたいこと？認知症カフェっていうのかしらねやってみようかなって思わないでもないんだけど、え、認知症の人が集まる、これからどうしようかって人が集まるの、ご本人も大変だし、ご家族の方だって大変じゃない、え、これからお互い助け合って生きていきましょうって、まあなんかそんなお店は他にもあるでしょ、それはそれでいいんだけど、私が思うのは、私が認知症になってお客様に大丈夫かなって心配されて可愛がられるお店切っちゃってん。はい、そうね、私リトマス試験紙になって世の中見てやろうかな、なんて。あ、だってあともうほんの少しですもんね、私の人生、おいでになるお客様がどんな反応をしてくださるか面白そうじゃない、コーヒーは一杯500円なんだけど1000円札出してくださったお客さんにお釣り出し忘れたりそんな芝居みたいなことができるのかって、大丈夫、私これでも女学生の頃演劇部におりましたの、オフェリアなんてやったことあるんですから、あ、それは分かってるの、そう、シェイクスピア、ええ、ハムレットまあただでコーヒー飲んで帰ろうなんてね、騙されちゃうこともあるかもしれないけど、きっといい人いっぱいいるんじゃないかしら、人が弱くなった時どんなことが起きるのか見てみたいなってダメかしら、え、いいと思います、あなたいい記者ね、いい記事書いてくださいな、え、お客さん来なくなる、商売ってね飽きないって言うでしょ、飽きないはね、飽きない、飽きずにずっと待つのも商売よ、五度待ちながらってお芝居ご存知？サミエル・ベケット。人生。待って。待って。待ち続けて。その先、ご自分で考えなさい。はい。今日の講義はこれでおしまい。あ、またいいよ。ほったもカツラもね、熱いね。もうなんでこれ私やるのかしらね。
ちゃん、やっちゃん、やっちゃん、また一人芝居の夢見てたんか。あら、まっちゃん、もう8時やろ。8時 ?8 時とくれば8時だよ、全員集合。ありがとうございました。